どうもこんにちは、イコールです。今回なんですけども、明日のねメンテナンスについて話していこうと思います。はい、13時から17時までだね。でね、ちょっと一応ねこれ見てほしいんだけど、ここのアップデートでね僕言ってたんですよ。待って、危ない。ここでね、はい、こんな感じで枝豆ドロップ10から12にしよう、まあそれでも使わないけどなっていうのを話したんですよ、僕リプで。そしたらね、今日のアップデートでなんとこちらコンボドロップ、10から12個つなげてゲストになりました。で、しかもワンチャン、わかんないけど、まあ、自意識過剰な言いたいわけじゃなくて、コンボドロップが1個落ちてくるも最大4個までになったんで、ちゃんと強くなりました、これ。10から12だけだったら使われないだろうなってみんなわかってることだったから、そしたら最大4個にまでなりました。これ意外と強くて、3コンボ加算と4コンボ加算の違いってめちゃくちゃでかいじゃないですか。それが枝豆ドロップに起きたんですよね。だからこれからはもしかしたらかなり使いやすくなったこともあって、コンボドロップがもしかしたら周回においてはかなり強くなるんではないかなとは思います。はい。だって4個だからね、4個はさすがに強いでしょ。4コンボ加算はやべえよ。まあ、だから、3コンボ加算スキルがあったからね、もともとはあんま使われてなかったけど、4コンボ加算になったから、意外と使える場面は増えるのではないかなとは思います。思います。はい。で、Android 10対応っすね。やっとだよ。この1ヶ月くらい、実は皆さん知ってましたか？ iTunes での方知らないでしょ？ iPhone 持ってる方とか知らないでしょ？めちゃくちゃ俺の Twitter に、めちゃくちゃ DM 来てたんだけど、ずっと、パズドラ開けなかったんだよ。Android 10にした人は、最新バージョンにした人は。だからもう一切パズドラを遊べないって人がめっちゃいたんで、やっとこれで、Android 10でもパズドラが遊べるようになるんでね。まあ、この2週間ぐらい開けなかった人とかもね、まあ、全然そんなにここ最近で環境は変わってないんで、普通に、まあ、復帰する方は復帰してもらってね。まあ、復帰しない方はもうしゃあないですけど、さすがに。これでも俺が気になるのはワビーシあるのかなっていう。まあ、Android 10にはアップデートしないでねってのは上は言ってるからね。まあ、ワビーしないのかもしれないけど、俺はさすがにちょっとはあってもいいかなとか思ったりするけど、でもなんかなくて当たり前だろってコメントも来そうだし、ちょっと怖いからなんかうやめにして終わります。まあそんな感じがね、今日の、アップデート、間違えた、明日13時から17時まで、4時間のアップデートになっております。はい、まあこの動画いるかいらないかって言われたらいらないと思うんですけどね、ツイッター見れない方はね参考にしてください。じゃあバイバイ。